ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-177 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-177。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。SCP-177 には危険性が確認されていないため、カリブ博士のオフィス内に収容されています。カリブ博士、またはセキュリティクリアランス4の管理責任者の決定がある場合のみ、オフィスから移動させることを許可されます。改定。SCP-177 は、レベル4の収容庫内に収容してください。SCP-177 の使用中は、標準的なチェスのルールを厳守し、不正行為やルールから逸脱した行為を試みた被験者が確認された場合、即座に収容庫から退出させてください。説明。SCP-177 は、縦 40cm×横 40cm、8マス ×8 マスの標準的なチェス盤のように観測される実態です。盤上には、ボーン16コマ、キング2コマ、クイーン2コマ、ビショップ4コマ、ナイト4コマ、ルーク4コマ、合計32コマが存在し、白と黒、16コマずつに分かれた状態で並べられています。コマはすべて象牙から削り出されたものであり、白のコマは移動させることや、盤上から取り除くことが可能です。しかし、黒のコマは外部から力を加えても移動させることはできず、盤上から取り除くこともできません。過去に、機材を用いて黒のコマに3キロニュートンを超える力を加えた際は、コマを移動させることはできず、ただ機材が破壊される結果となりました。白のコマを用い、ルールに従った初手を指すと、SCP-177 は活性状態へと移行します。SCP-177 は活性状態に移行すると、標準的なルール、白が先手、ボーンは最初に動かす際に2マス動かせる、など、で、チェスをプレイするのに用いることが可能となります。プレイ中、黒のコマは自律的に動き、白のコマで一手指すと、白のコマは黒のコマが次の一手を指すまで動かせなくなります。コマが取られると、そのコマは自動的にチェス盤の脇へと移動し、ゲームから取り除かれます。白が勝利した場合、すべての黒のコマは自動的に初期配置に戻り、次のゲームが開始されるまでの間、そこから移動することはありません。黒が勝利した場合、黒のコマは喜びのダンスを披露し、白いコマはその場ですべて倒れます。ステールメイトが発生した場合、すべてのコマがその場で倒れた後に初期配置に戻るようです。ほい。SCP-177 の来歴。SCP-177 は、財団が定期的に実施している、イギリス・ロンドン近郊に存在する骨董品店の調査中に発見され、1990年3月、日に財団の収容下に入りました。SCP-177 が発見された骨董品店に存在する他の物品には、カリブ博士が入手した SCP-177 を除き異常性がないと確認されましたが、さらなる異常物品が確認される可能性を鑑み、現在も監視が継続されています。部分的な実験記録。実験1。白のプレイヤー、D177 の1、女性、白人、25歳。チェスの適性があると判断されました。対局結果。黒の被害が大きく、60手目の後に黒がチェックメイトされて終了。実験14。白のプレイヤー、D177 の1。過去13局と同じ被験者です。対局結果。黒の被害は小さく、50手目で D177 の1が投了し終了。最終的に、白の駒のほとんどが取られることになりました。この対局が、財団に収容されて以降最初に確認された、SCP-177 が勝利した対局です。実験25。白のプレイヤー。男性、中国人、34歳。被験者は、中国江蘇省に存在する、の元チェスチャンピオンです。被験者には、SCP-177 がシャーマンコンピュータプロダクツにより開発された、先進的なチェスコンピュータにより遠隔操作されていると伝えられています。対局結果、SCP-177 は、ボーンの一つをクイーンに昇格させることに成功し、死を何度かチェックさせた後、最終的に75手目でチェックメイトしました。死は、記憶処理後に解放されました。実験51。白のプレイヤー。男性、日本人、50歳。被験者は、チェスの元全日本チャンピオンです。対局結果。SCP-177 は対局中、手番の度に長考し、多くの場合10分超、ゆっくりと駒を動かしました。
最終的に、氏は、この盤は壊れている、時間がかかりすぎると言い放った後に投了しました。この実験以後、同じような事象が発生しないよう、時間制限が設けられることになりました。氏は、記憶処理後に解放されました。実験167。白のプレイヤー、カリブ博士。チェスの専門家であり、SCP-177 の主任研究員です。カリブ博士が SCP-177 との対局を希望したため、実験という形で対局が承認されました。対局結果、154手目で、SCP-177 がチェックメイト。カリブ博士は対局後、今までプレイしたチェスの中で最高のゲームだったと語り、再戦への意欲を示しました。実験200。白のプレイヤー、チェスコンピュータ、ディープブルー。対局結果、SCP-177 は50手目で投了。ディープブルーに惜敗することになりました。この対局以降、SCP-177 のチェス戦略が大幅に進歩していることが指摘されています。実験406。白のプレイヤー、カリブ博士。対局結果、SCP-177 は11手目でチェックメイト。これまでの実験で最小手で勝利しました。カリブ博士は、SCP-177 がアンパッサンを御用したとし、不正があったに違いないと発言していますが、記録映像は、SCP-177 がルールを遵守していたことを示しています。アンパッサンとは、チェスのルールの中でも特殊なルールの一つだ。ポーンの駒は、初期配置から最初に移動する際にのみ2マス前進できるが、2マス移動した場合、1マス目に自身の残像を残すという性質を持っている。この残像は、相手のポーンにのみ視認できるという設定になっており、その残像を相手のポーンに取られてしまうと本体も消えてしまう。というルールだぜ。実験529。白のプレイヤー。被験者は、2000年の全世界チェスチャンピオンです。被験者には、SCP-177 がシャーマンコンピュータプロダクツにより開発された、先進的なチェスコンピュータにより遠隔操作されていると伝えられています。対局結果。氏は、90手目で SCP-177 に敗北し、このコンピュータをプログラムした人は天才だと述べました。氏は、記憶処理後に解放されました。実験702。白のプレイヤー、チェスコンピュータ、リプカ。世界チェスコンピュータチャンピオンシップで、2007から2010年に優勝したコンピュータです。対局結果。25手目で SCP-177 が勝利。実験975。白のプレイヤー、チェスコンピュータ、アンデルセン。当該コンピュータは、SCP-177 の打倒を目的に、カリブ博士により開発されたチェスコンピュータであり、必要に応じてチェスのルールから逸脱し、不正行為を行うことができるようプログラムされています。駒の移動にはロボットアームが用いられます。対局結果。対局は63手目まで正常に進行しましたが、アンデルセンがクイーンをナイトのように L 字に動かしチェックを試みた後、SCP-177 は、観測できない未知の力を用い、アンデルセンを時速、キロメートル以上の速さで投げ飛ばしました。その結果、アンデルセン内の重要パーツのいくつかが破損し、使用不能となりました。新しいプロトコルが必要だ。SCP-177 に対して不正行為は許されない。仮に人間が SCP-177 に対して不正行為を行ったらどうなるか、説明する必要はないだろう。カリブ博士。報告書の紹介は以上だ。ルールに沿った初手を打つと活性化し、ルールを遵守している限りにおいてチェスの相手をしてくれるチェス盤、ということでいいのかしら？ああ、それで大体合ってるぜ。自我のようなものを持っているのかはわからないが、実験を重ねるにつれ徐々に実力が増していっているようなので、少なくとも、変化や成長という性質は持っているんだろうな。初戦ではいい勝負をしていたカリブ博士が、2戦目ではボコボコにされていたものね。ああ、そしてその恨みを晴らすべくカリブ博士が行った愚行が功を奏し、SCP-177 の危険性があらわになったわけだな。不正行為を行った者には、未知の力で物理的な制裁を加えるという性質ね。ああ、そうだ。結果的にとはいえ、この発見はカリブ博士のファインプレイだったな。最初に不正行為を行ったのが生身の人間だったら。まあ、何がいい結果につながるかはわからないということね。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。ではでは、ご視聴ありがとうございました。